皆さん、こんばんは、投資の隠れ家いようこそいらっしゃいましたさてさて、今回は今週の株価を振り返っていますよ今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時がついに始まりました今後はこの動画による資産の公開や投資のテクニックについても話をしていきますぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますではでは、始めていきます 今週の日経平均株価は上昇し、先週末比で829円高い27382円で終えました。米国では来週1月31日、2月1日の米国連邦公開市場委員会 FOMC で、 今週に利上げを停止するための検討を始める可能性があると報じられたことで利上げが最終局面に達したとの見方が強まって株式市場が上昇しましたそれが日本株の支援材料となったのです今週 1>, 1月23日に300円を超える上昇で始まった日経平均株価は24日も300円を超える強い動きを見せて2 7000円を回復し2022年12月の日銀の金融政策決定会合後の急落部分を埋めてきましたまた日本と米国において決算発表が本格化する中で積極的な売買は手控えられましたが日経平均株価は 週末の1月27日に27,500円を回復した後、膠着感が強まったものの、75日移動平均線を下値支持線とした底堅い値動きを継続しました。このような状況を踏まえて、今後の株価は非常にボラティリティの高い動きになると見ていいでしょう。ただ、ここから AI 予想では、しっかりと買いで進むことを示唆していますので、勇気を持って、余裕資金で買い進めましょう。 このチャンネルでもその他の投資についても報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな